どうしてくれる？ぶっちゃん足踏んだ。踏んでんな。何回も。何回も踏んだ？はい。足汚れてるよ。足汚れてるよ。ぶっちゃんのせいやで。ぶっちゃんのせいやで。ああ。洗ってくれる？すんません言うたな。すんません言うた？閉めとこか。でも大きくなりましたね。大きなったでしょ、ね、うん、全然分からへんでしょ。分からないです。私のあれ見ないと分からない。ソルマ様ね。あの元気な方のマ様やね。はい、ちょっと上行きましょうか。あげた。あげてへんか。あげてへんか。上行こう。ね、あの、ここで、ね、あ、そうそう。あんな若いお父さんの時が、私はちょっと気ないですよ。あそこだけね、ちょっと、あの、急なとこがあったんでね。ちょっと、あっこの記憶がなかったんで、悪いことしたわ。もう危なかった。子供さん抱いてね、ほんまに前のめりになってくるじゃない、ね、こっちはほんまに。寝たままやから、ね、寝とった。上行こう。早く上行こう。あのここのとこにすると暖かい方です。ちょっと寒かったでしょこの間だから ね、うん、あ、こんな感じやと思いますけど、風がないから今日はいいですわ。でもまた木金ぐらいが寒いらしいよ。この間よりもね、きつい寒波が狂いてますね。でもほら、もうちゃんとね、次の春の準備してるでしょ。ちゃんともう芽がね、ぶっちゃんあかんて。当選もしたらあかんわ。ぶっき、はよ。え？じゃあ。邪魔したらあかん、ぶっき。ぶっき。連れてってくれるじゃん。ぶっき、おいで。ぶっき。はく、はく。こっちこっち。今のとこ行きますか。はい、行こう、ぶっちゃん行こう。ぶっちゃん案内してあげて。
あった。あったの。武器案内してあげて。Thank you.はい、どうぞ。大丈夫です。おいで、ブッキー。大丈夫やな。泣いとった。大丈夫よりあんた危ないであいつ甘えとったら後ろから来てくれて優しい声かけてくれるもんやから甘えとったんちゃう。お肉あるだけでも全然違いますね。そうですね、もう本当全然違う。夏でもね入るだけでやっぱスッと涼しくなるしね。でもパッと皮も出てきますけどね。あ、そうなんですか。皮もいっぱい出てくるよね、夏はね。なあ、甘えとったあんた。後ろ足落ちただけやったのに。え？甘えとった。助けてくれるかなと思って様子見とった。どうします、どっち行きます。まっすぐ行きましょうか。はい、全然。後からほんであっちに岩があるんで、はい、あっち行きましょうか、はい、こっち先行ったことないんですよね。あの、私も全然全然ないですね。ちょっと上ゆっくり上がりましょうか。田んぼと、はい。ちょっとね、初めて話すには山の中はちょっと怖かったんでね、あの時は田んぼ行きましたね。いや別にゆっくり歩くんやったら何履いとっても一緒でしょ。でも本当にかえってね、あの足首柔らかいから自由になるんでね、足首の鍛錬にはなりますよ。吐くなんか裸足やもんな。本当ですね。今日の朝もちょっと怪我したけどな。あ、そうなんだ。しょっぱなに朝出てなんか踏んだみたいでね。この木のね、はい、上とその左側の木と、はい、ようね袋が入ってるんです。ああ、そうなんですね。でこれね、ここの下によくね、ペあのパ何だっけ、ピペットかペレットか忘れたけど、はいはい、袋が吐き戻したね、毛の塊なんかがよくあるよってここで言うとったんですよ。この下にはあるんですけどね。でもね、ある時はあの糞も一緒に落ちてるけど、今日糞がないから今日はないかな。
こうやって匂うところにあるんですけどね。匂ってるけど、ないな。何の匂い？なんか匂う？これ上からイノシシかなんか置いてきてますわ。そこちょっと通った跡あるんですよね。それの匂いがするんですよ、多分こいつにしたら。ね、なんか食べられたんか。あ、こっちこっち、そっち行かんとこ。ちょっと道が狭すぎるから。おお、ほら左足やろ。な、気つけて。ここやめときますか。ああ、やめときますか。やめときましょうか。いやー、ようわからんからな。初心者コースやってぶっちゃ。そうでしょうね。ここらの人でも歩いてないですよ。今階段ですかね。なんか山荒れてますもん。誰も入れへんから。昔は焚き付けでよう、こんなみんなね、持って帰ってたんですけどね。車は大丈夫や、座っとったら運転してくれるやん。ハンドル切っとったらいいだけやん。ここね、昔池やったんですよ。うちの知り合いなんかはここへ、ね、泳ぎに来たりしてました。泳ぎんですか、うん、泳ぎに来たりしてましたね。